将棋将棋の先方拒否車、振り飛車袖飛車袖飛車は、将棋の先方の一種であり、拒否車に分類される。英語名は、スリーブルーク。先手ならば、飛車を三筋に、後手ならば、飛車を七筋に振る。通常振り飛車には含めないが、振り飛車からの変化でこの先方へと繋がることも多い。狙いは、対拒飛車と対振り飛車で全く異なる。相安者は、 坂田三吉であると言われており、飛車の定位置から左に一つ動かした構えを袖に、例えた命名である。坂田流の袖飛車では、相手の玉頭から攻めるのに用いられる。飛車を三筋に動かすが、振り飛車ではなく異飛車に分類される。奇襲の一つとされており、初手から飛車を振るか、三筋の負を突くことが多い。かつて坂田の孫弟子であった。 内藤国夫が1982年に将棋マガジン史上で坂田流をベースとした袖飛車戦法の講座を連載しており、雁木の構えから右銀を繰り出すスタイルを採用していた。その際には角交換をされると差しにくくなるので、飛車先は7七角と上がって受けないことを推奨していた。進め方は一例として、 第一から二ずから38ひいか44歩四六銀四三金三五歩同歩同銀三三銀三四歩2二,二四銀が、受けの手筋であるが同銀同歩三五銀二三銀七九角といった手順で進められていく。また内藤は九百七十一年八月十日縦断戦、予選対、桐山清隅戦や九百七十五年二月七日、 NHK 杯将棋トーナメント対加藤ひふみ、戦など、プロ公式戦でも、戦法を採用している。この他、千崎学部や渡辺明、井上啓太等も NHK 杯において用いており、結果は、千崎、渡辺は敗北したが、井上は勝利している。実戦例が少ないため、定石としては、 未完成の部分が多く、この仕掛けが成立するかどうかは現在プロ騎士の間でも議論が続いている。近藤正和は、振り飛車党であるが、このタイプの袖飛車の採用もある。三筋の歩を伸ばした後に、他の筋に飛車を振り直す使い方もしている。先方の狙いは、第一から一ルズのように五七銀型の陣形に、しておき、そこから、相手が、 タイブリ飛車模様の陣形に組んできたら三六歩から四六銀の形に組み三三銀ならば以下は三五歩同歩同銀と仕掛ける三一角ならば三四歩に二銀六五歩八五歩に三七桂とし八六歩ならば四五桂と跳ね以下八七歩成ならば三三歩成同桂同桂なり同銀に二四銀で決まる袖飛車対策の一例として 1922年4月の、先手、花田長太郎 VS、坂田三吉戦があるが、これは、対素で飛車側が第一から 1R 図のように引き角で、飛車先を守る、相手角と、角交換してからの局面で、第一から三図は七三形に七四角としたところ、以下八二飛5七銀三三形5五歩同角、五四角で、二四歩から二三角なり五四馬が実現し、 五四ット七四歩のラインで、袖飛車を抑えるのに成功する。初手に三六歩と刺して、後手が三四歩ならば、袖飛車に移行する。もしくは先手七六歩に二手目に七四歩と刺して、袖飛車に移行する戦術がある。後手番二手目七四歩先方は、中村治によって、初めて刺された。それに対し、五五角といきなり飛車取りに出るのは、 三四本八二角なり同銀となり、先手は次の九九角なりを受けなければならないので、八八銀と指す。それに対し後手は九五角と打つと、先手は飛車を間こましなければならず、後手よしとなるため、成立しない。井上はそれを改良した四手目七四歩を何度か、公式戦で指しており、著書も出している。後手番の先方で、初手に六歩に三二金。 いかに五歩であれば七に一優で出し。羽生善治対、豊島正幸で初出。その後、図のように七筋の位を取って飛車を浮き飛車に構える。先手の角道が開けられていないので、先手の角行がすでに使いづらくなっているのがわかる。これには、加藤流袖飛車と山田道義らが研究を進めていた、対中飛車戦法で、加藤ひふも、辞書で紹介している。 三八飛戦法とがある。タイ鉄の銀中飛車に対する有力な対策として、加藤一二の加藤流袖飛車は、実戦例も多く、タイツの銀中飛車における主流戦法であった。1981年12月から1982年11月、末日までの統計でいい、飛車隊ぶり飛車隊後継のうち、中飛車のは、総計144局あった。 このレポート時点では四六金戦法は7局に、対しこの戦法の方が10局で、四六金戦法より刺されており、スマートな形が受けていたのではないかとしているが、その反面攻めが細く振り飛車側に抑え込まれる、危険性があるとしている。近年は異飛車穴熊戦法が、角銀中飛車を壊滅に追いやったために、角銀中飛車自体が採用されず、ほとんど見ることがない。 図は、袖飛車から三筋の交換を行ったところ、以下、三四歩ならば先手は、渦のように組んでから二四歩同歩四五歩などの攻めが生じる。このためサズで、後手は四五歩や三一金三二飛などで、直ちに反撃する変化を見せることがある。四五歩の反撃は先手が三八飛と寄った瞬間や、サズで三四歩三六飛と構えた瞬間に指す、ケースもある。 また、1981年3月、オールスター勝ち抜き戦の、小林賢治 vs、桐山清澄戦では、先手の小林は4八銀型で3八比から3五歩を決、結行以下後手の同歩同比4五歩に、先手は3三比なりとした。以下同計4五歩4二比4四歩3四、銀に1六角に4比3五歩と進む。また、急戦時急戦を問わず、 上席中の変化で角頭を狙うために袖飛車になることも多い。角銀中飛車における有力な変化として、大山安春が得意とした、居飛車の左翼への攻撃を軽く受け流しつつ、事故にある袖飛車の形にして飛車の船囲いの玉頭を直撃するものもある。振り飛車等の騎士やオールラウンドプレイヤーの騎士が袖飛車を採用する場合、 右玉にして振り飛車のような使い方をする場合がある。久保田義行、土佐工事や中田佐尾などに実践例がある。明るい島飛車の大橋、貴公や、18番のひねり飛車を持つ斉藤アストは、異玉のまま、袖飛車を使う。対局の進行上、異玉から右玉に変化する場合もある。力戦長のダイレクト向かい飛車が得意な第一指示機、次は終局まで。 袖飛車も威力も全く固定した、位置のまま勝利した。他に、上記の袖飛車の形にしてい、飛車急戦線囲いの玉頭を直撃する手段は、中飛車以外にも採用される場合がある。第二から一図のように三二金型振り飛車の場合に、こうした手段を取って反撃する指し方が生じる。振り飛車穴熊で相手が飛車急戦できた場合、早稲田大学将棋部、 史上最強。早稲田将棋では、上手例などのように袖飛車にして戦う方法を教えていた。これは逆に飛車穴熊側の場合には七筋に飛車に振って玉頭を狙う戦い方も知られている。棒玉袖飛車、森安秀光はかつて袖飛車を二段目のまま、玉がその上を越えて行き右穴熊に囲う妙義を見せた。 この先方の初出は1988年5月の大井リーグ、森安秀光、真鍋和夫戦で、当時は大になった。袖飛車の差し方は38飛マイナス3六歩型で、48玉37玉28玉18、519玉と、飛車の頭を経由して穴熊に潜っていく。先手の狙いとしては、まず袖飛車にして、後手の動きを牽制する。 一社穴熊にするようなら三筋から速攻を仕掛ける。相手が穴熊を諦めたら、こちらが穴熊に組み、硬さが地を目指す、というもの。その後、プロ騎士の公式戦でも、森安の他にもこの戦形がいくつか見られた。図面は1992年の女流王将戦、第一局の先手、林場直子後手清水一予選。同様の袖飛車は、 機械に伝わる二つの秘宝願儀、右玉伝説では、タイヤグラ線の変則願儀として掲載されている。中村は、初手3六歩23に人差したこともある、高橋道夫、緊急列ト問、飛車 v s り飛車プロ間における、最近の序盤傾向の研究第二回三軒飛車中飛車編、AB 加藤流袖飛車に対する、この手順は、 大山康春が愛用し、袖飛車と並んで、加藤流に対する有力手段。この多体3は、第1から4図の3に金型に変えて4に金とし、38日に5三金として35歩同負35、日に3に火を用意する手順も愛用していた。第13回朝日杯一時、予選2回戦、中田3を対。 山本深夜戦など振り飛車のような使い方の明る流ひねり飛車もある。第93期規制戦一時予選決勝、対本田ダ系戦第93期規制戦一時予選決勝、対稲葉明戦。ありがとうございます。